スピラを破り次のマンモスピラーへ向かうシュン。だが柱の前にたどり着いたシュンが見たものはあえなく地面に倒れる氷河とセイヤの姿だった。無防備な状態から一撃で倒されている二人の様子を怪しむシュン。その時突然背後に強大な敵の気配が感じ取られたのだった。シュン、遅くなってすまなかったな。あ、一輝兄さん、さっきの気配は兄さんだったのか。やっぱり来てくれたんですね。ふん。ん？チェーンが激しく反応している。この男は兄さんなんかじゃない。正体を現せ、マリーナ。アンドロメダのチェーンに救われたな、坊や。俺は南氷洋を守るリムナデスの母さん。氷河と聖夜をやったのはあなたか。その通り。氷河にはカミュー、聖夜にはマリンと姉の幻影を見せて気を許したところに一撃食らわしてやったのよ。倒れる瞬間のあいつらの顔ったらなかったぜ。まるで何が起こったのかわからないって目をしてな。きっとあの世に行った後も考え込んでいるんだろうぜ。涙を流しながらな。黙れ、許さないぞリュムナデス。まだわからないのか。力だけじゃ何も変えられないってことを。さあ、お前の心も刈り取ってやるぞ。ファイト。死であるという以上に神聖な存在だったんだ。そのカミューが生きていると思ったとき、氷河はどんなに喜んだだろう。この人でなしめいきらちゃん。そうだな、クールに振る舞っていたあの男もボロボロに泣いていたぜ。せいやの不幸だ。幼い頃生き別れになったお姉さんに再会できた喜びは知れないものだったかも。とても幸せそうな顔をしていたぜ。よかったじゃないか。幸せな気分のまま死ねて。そこにある大切なものを人の意識に引きちぎったんだ。絶対に容赦しない。おっかねえ顔をしてやがる。でも容赦しない。あの世へ行け。生きるのかお前。ネビラチェイは敵が南光年先に隠れていようと必ず見つけ出す。逃げ切ることなどできない。優しい瞬間よ。そんな攻撃では僕は俺にとどめがさせるのか。あなたになる。エオウィナー。誰も傷つけたくないの。騎士に勝るチェーンの力。だが所詮は無駄なこと。お前はあの二人以上に情に流されやすい性格だ。敵に対して素性になりきることなどできない。ましてやこの兄である一騎を倒せるか。またしても兄さんの姿に。どうしたというのだシュン。この一騎チェーンを抜けるのか。だ、黙れリュムナデス。やっぱりできない。敵だと分かっていても兄さんの姿をした人間にとどめを刺すなんて僕にはできない。シュン、それでこそこの一騎の弟だ。褒美に苦しまずに殺してやるぞ。これで三人片付いた。二三。わごとに兄の名を呼ぶか。軟弱なやつめ、往生際よくとどめよう。ん、うお、誰だ今俺に剣圧を放ったのは。姿を見せろ卑怯者め。人の心につけ込んで汚い勝利を収める三下が他人を卑怯者呼ばわりするとは少子千万。この恐ろしく強大なコスモは何だ。お前は一体何者だ。お前ごときに名乗るほど安っぽい名は持ち合わせてはいないが、
倒された相手の名も知らずにあの世へ行かせるのもまた不備。耳の穴をかっぽじってよく聞け。俺の名を。お前はフェニックス一騎。地獄の果てよりまたもや舞い戻ってきたわ。このゲスが地獄に送り返してやる。はいと地獄から舞い戻ってきたからよ。興味があるならお前にも地獄を見せてやる。だっここまでやるつけ大将、地獄への送り金はとてつもなく高くつくぞ。フェニックス、ゲンマー君、なんて攻撃的な腰の人でなしめ。本当にドロングセイントなのか。どうしたリブナです。まだほんの小手しら、ここからが本番だ。我が友に与えた苦痛を何倍にもして返してやるぞ。この人でなしめ。強力はこれだ。平和の心の痛みの傷だ。もう一度お前を地獄に送り返してやる。とっととあの世へ行け。これは強者の魂を傷つけた分だ。そこにしてやる。まだこんなものでは終わらんぞ。お前こそ先に地獄に送り返してやるぞ。フェムの姫だなしめ。そりゃあおよく。そりゃあおよく検証。ウィナー、お前ごときが愛を口にするなど、これで最後だ。我が最愛の弟シュンの清らかな心を傷つけた罪は一番重い。お前にこの俺のとどめがさせてたまるか。さあよく見ろ俺の姿を。これがお前の心の奥底に大切にしまわれている人間の姿だ。これでもうお前は俺に指一本触れることはできない。そうでしょ兄さん。なるほど、大した手品。人の良い聖夜たちがあっけなくやられたわけだ。だがこの一騎には通じぬ。いや、さあ最愛の弟にとどめを刺すとは。お前は人でなしか。バカね、目の前に本物のシュンがいるのにそれに化けて何になる。しかしたとえ偽物であれ、最愛の人間に躊躇なく手を下すとは、お前には人間の情愛も涙もないのか。少子、お前が愛や涙を口にするな、愛が汚れるわ。だが確かにお前が言うように、愛も涙も塔に捨てた男なのさ。くそー、これは一気の胸の最も深い奥底に、この少女の名はエスメラルダ。お前の修行地デスクイン島の唯一の心の安れ。あと数秒早く気づいていれば、この少女の幻覚でお前を葬ってやったものを。だが一騎よ、最後にお前の甘さを見せてもらったぞ。愛も涙も捨てたと言いながら結局は捨てきれぬ。お前こそ少子。確かにお前がエスメラルダに同化していれば俺がやられていただろう。キキ、ライブラのクロスを俺に貸せ。ツーッツァー！やったやった、これで4本目を倒したぞ。リブナですよ、お前は愛と涙が人間の弱点と言った。その愛によって人は限りなく強くなることもできるのだ。俺もかつては忘れかけたことだがな。